자, 제노블레이드 데피니티브 에디션 저번 시간에 이어서 계속해서 진행해보도록 하죠. 아니요, 아예 못 갔어요. 약속이 내일로 밀려가지고. 내일 좀 일찍 끝낼게요. 네. 저녁 약속 있었는데. 간만에 친구랑. 그래, 저번 시간에 딕슨이 自分が何をやってるか分かってんのか。ギャーギャーとうっせえなガキどもが。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ、あなたは貴様は。 응? そうよ、思い出したか。久しいな。 本当久しすぎるぜ。な、ザンザの使徒か。ザンザの使徒、どういうことだ、エギル。ティクソン、お前は説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。さあ、おお、シルクの身に。ザンザ様復活の瞬間をな。 シルク、なんだあいつは。 驚くことはない。世界の全ては因果の流れによって律せられている。そこに存在する全ての者同士、相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然。 起こるべくして起きたことなのだよ。我がシルクの内に宿った時から。どういうこと。ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターの始祖らによって封じられた。肉体は監獄塔の檻に、そして、その魂はモナドと共にオセノット塔に。あの遺跡にか。 だが、それがなぜシルクに。忘れたのかよ。あの遺跡を発見したのは誰だ。ディクス、その時に誰がいた。そして生き残りは誰だ。誰がその生き残りを連れ帰った。まさかディクソン、お前はその時からシルクを。おうよ、全ては今日この日のため。もっとも、 シルクなんて奴は最初からいなかったかな。何？我の魂はモナドの内にあった。解放されることもインガリッツ。ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れる。あれ、タンバン、ジンン、ジンン、そんな感じになるめんそ、ウェイ、サランボルのにおんな。目覚めた。ムムカドグロコ、ディクスンドグロコ。くたばったってわけさ。そのシルクも含めてな。 シルクもその時死んだってのか。バカ言うな。シルクは俺たちと。抜け殻だよ、ただの。我がシルクの命となっていたに過ぎない。誠の目覚め。我がモナドを振るうに値する新たな器が成熟するまでの間。巨神の魂であるザンザ様といえど、活動のためには肉体が必要なのさ。 そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。何故シルクなのだ。何故貴様の器がシルクでなければならなかった。特に理由はない。我の目の前にシルクがいたに過ぎない。要するにだ、
誰でもよかったのさ。モナドさえ振ることができりゃな。ならばシルクがモナドを使えたのは、ビジョンで私たちの窮地を救ってくれたのはザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。コロニーナインが壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、ガドとかいう増評がのたれ死んだのも全てさ。おい、こんなジェスオンね。おう、ディクス。そしてこれから起こることもな。何をするつもりだディクソン。だからさ、邪魔なんだよお前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である、キシンメイナス、貴様からだ。와후반부전개가완전충격적이네어어움직인다저게진짜모나드의모습인가?모나도.그말,그대로돌아가게해줄게.뭐?이런.애기리애기리기사마애기리와슈르크도와카리아에단다소그다란간쇼다나잔자라인이끄소어요크오슈르크오すべての命は我より発生したもの。ゆえに我のために生き、そして帰れ。네안녕하세요 와우貴様のモナド、ついに解放したか。すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしてもその目を摘み取る権利などない。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ザンザ、
あなたがこの世界に存在する、あなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう。彼らのために。아니아직멀었어요みんなの未来消させはしない。さあ来るか、シンレイナ。やあ、体に力が。やあ、この程度か。行くぞ、ダブルブレード。このいけない、体がとても軽く感じる。いねえ。この程度か。この ECS モード B。 やあ、この程度か。すべてを焼き払う。このなんだ、今ならやれる気がするの。神がその程度、どうだ。このエアー、この程度か。もらったわ。この程度か。この程度か。この程度か。このこのこの程度か。この程度どうした、動きが鈍いぞ。それで神を名乗るか。この残渣と世界を分かつものなのか。いや、오늘장난하는얘기도없더라고요。なるほどな。そんな残りカスがそれほど大事か。ただのホムスが、我が身からすり出た赤のような存在が。それも一つの命です。それがわからないあなたに神を名乗る資格はない。誰がそれを決める。決められるものはただ神よ。神はこの世界に一人しかいらぬよ、メーナス。いつまでその器に隠れている。フィオル、이런本気で来いよ。来ぬのなら、そこにいる赤ともども消し去ってくれるわ。残渣。오이게진짜메이나스의모습인가아니너도쌍봉쌍봉충되는거냐잔자消えちゃったの。やろう、何をするつもりなんだ。さあ始めようか、破壊の、そして再生の儀式を。감옥섬이어하이엔터들이생명력을빨리는건가なんだ、
あの光の渦は。兄様。バネア、すまんな。私は分かっています。初めから分かっていたのです。さあ行くんだ。お前たちにはまだやるべきことが残っている。希望はまだ消えてはいない。嫌です。兄様も一緒に。私にもまだやるべきことが残っているのだ。それがメイナス様が私に託した最後の願い。兄様、メリアさん。そなたの思い確かに受け取った。鬼神界の皆のこと安心して我らに委ねるがよい。さあ行け。シュルクの命はまだ尽きてはいない。最後の希望の灯火、消してはならない。エギル、あんたって人は。行くぞ。鬼神から脱出する。ライン、シュルクを頼む。ああ。大丈夫？ええ。よし、まだこいつは動いてるな。崩壊まで時間がない。中央交渉を抜けて急いでジャンクスに戻るぞ。ええ。ダンバン、エギルはどうなるの？最後のその時までジャンザと争うつもりなんだろう。俺たちで見届けてやるんだ。あいつの意志を継いでやるためにもな。さあ行くぞ。さよなら兄様。슈르크가 그나저나 슈루크 문화대 도움도 이제 어떻게 하냐? 숨쉬는 거의 숨쉬는 쓰레기로 전락하는 거 아니야? 아. 아, 오늘 원래 약속 있었는데 약속이 미뤄져가 내일로 미뤄져가지고 이런. 어쨌든 상황이 좋지 않구만.
ドドンドン。자빨리빨리빨리어쨌든산사람은살아야지일단기어ビリ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 。이번달도힘차게용나아늑대기사님6개월구독감사합니다아가버려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 으게오미로귀신이가버렸어テレシア？いろん。逃さねえよ。ディクソン。なあ、もういいだろう。とっとと巨神に帰っちまいなよ。楽だぜその方が。ふざけんな。なぜだディクソン。なんでお前はそんなになっちまったんだ。シルクはお前を慕っていたんだぞ。ディクソンさん、ザンザに操られているのなら目を覚まして。わめきやがってみっともねえ。何でも何ももねえ。俺はもともとこうなんだよ。てめえらが生まれるはるか昔からな。はるか昔だと。おうや、英雄が言ってたろ。俺はザンザ様の使徒、三世のディクソン様よ。성자딕스는또뭐야이새끼야。아가보자。
油断は禁物だな。ダメよ、頑張って。じゃ。じゃ。그러니까요, 단반이 사람 보는 눈이 자기 능력은 출중한데 자기는 출중해서 그런가 사람 보는 눈이 절망적인 수준이네. 아우, 바인드의 아치몽이냐. 아! シルクがいないとその様かよ。え、イノシシさんよ。ありがたく思いな。戦友のこの俺が引導を渡してやるんだからよ。うまかったよな、戦の後に組み交わした酒の味は。貴様、お、どこのどいつだ。邪魔立てするやつは。無事か、メリア。カリアン。兄上。カリアンさん、こいつはザンザの巨神の手下だ。シルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。ディクソン。だがここまでだ。いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。威勢がいいのはいいけどよ、ちったてめえの足元を見た方がいいぜ。あ、てめえらの運命すっかりと忘れちゃいねえかいなあ、ローランよ。な、ローランだと。そなたも関係しているというのか、ローラン殿下。純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。ほんと御しやすかったわ、あなたもソレアンも。な、なんだこの光は。もや、それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね。これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは。まさかお前は。目覚めなさい、私の可愛いしもべたちよ。お、テレシアが出るのか。あれはテレシア。いや、꿈도희망도없는전개인데。勘違いしないでよ。ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから。私のせいにされてもね。どういう意味だ。言葉のまんまだぜ。ハイエンターってのはな、巨神再生の際、邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。シュバン、バカな、そんなことが。そうなのだ、メリア。だからこそお前は我らの希望だったのだよ。アニュー、そうさ、ホモスと混じるとどういうわけかテレシア化しねえんだよな。これが、ま、死ねえやつは死ねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。그것때문에さあ그거구나。그것때문에그무조건황가쪽에그거그게있나보구나。무조건그홈스랑결혼하는전통이。
い。重荷を背負わせて。何を言うのです、兄上。だが私とて高家に生まれた者、お前の背負った宿命肩代わりすることぐらいはできる。しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪いこと。まさか。兄上。メルガよ、父の望みハイエンターの未来託したぞ。シルク殿と共に。落としなさい、テレシアたちよ。リクソン。わかったら。遅い。やろう。うわあ。뭐야, 16장은 이걸로 끝이야? 멘붕. 違うか。最初から生きてなんかいなかったんだよな。最初から僕はザンザに、僕のしてきたことは無駄だったっていうのかい。お、この声はアルビス。それを決めるのは誰でもない。君自身なんだよ。が作ってくれた新しい武器、シルクのモナドなくなっちゃったから。なんで。マシーナの技術の粋を集めた武器なんだって。起きたら使ってね。そしてジャンみんなで生き残ろう。ハイエンターおよびロボンからの避難民はコロニー6に収容した。幸いここは寄進兵が要塞化してくれていたからな。しばらくは持つじゃろう。
皮肉なもんだな。ザンザから逃れたいのにその子は離れられないっていうな。이번달특수기드립니다이번달월급부터보험금중절반을정부에서대줘서실지급액이늘었다고하더라고요아그래요아까버렸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 運命と受け入れる覚悟は皆できている。そんなことあるわけねえ。でなけりゃ陛下やカリアンさんがメリアにハイエンターの未来を託した意味がねえ。だな。しかしメリア、俺たちは生き残るためにザンザとそしてテレシアと戦わなきゃならない。すべてのテレシアがそうではないとはいえ、かなりの数のテレシアが元はハイエンター。メリアの同胞、臣民たちだ。覚悟はできていると言った。たとえ同胞をこの手にかけることになっても、わずかに生き残った者たちを守る。それが父上や兄上から託された意志だからな。セーフだ。残座に囚われた者たちの感想を知るために、私は戦う。強いな、メリアは。その強さ、俺たちも分けてもらうぜ。どうだ、シルク。命に別状はないみたい。ディクソンに打たれた傷は塞がっていたから、多分メイナスが最後の力でシルクを守っていてくれてたんだと思う。そうか。今リナーダが見てくれているわ。フィオル、目覚めないの、シルク。シルクの意識は暗く冷たい湖の底に沈んでしまったかのよう。いくら呼びかけても何の反応もない。クソ、ザンザの野郎。こんな時にもしテレシアが襲ってきたりしたら。そん時はシルク抜きで戦うしかあるまい。そのために皆で防備を固めておるんだからな。わしらの作った武器もちっとは役に立つじゃろうて。やるしかないよな。그래마지막이마지막까지쪽쪽바라보고있지마의미가あるのかな。どういう意味だ、アルビス。言葉のままさ。僕たちは巨神からザンザから発生した生命だ。それがザンザの意志でテレシアによってその体へ帰ろうとしている。病気や寿命で普通に死んでもそのムクロは巨神へと帰る。どちらも同じこと。何ら異なるものではない。違うかい。ああ、大違いだぜ。なんせ一方的にやられるんだからな。俺たちにだって生きる権利はある。そうだな。たとえ創造主だろうと、そこから生まれた命を好き勝手に奪っていいって道理はない。それは僕らの尺度でのものの考え方だ。彼は神だ。神には神の尺度の考え方があるんじゃないかな。それじゃお前、俺たちは黙って死ねばいいってのか。それが神の定めた運命ならば。運命を受け入れて座して死を待つほど俺たちは達観しちゃいない。どこまでも抵抗してやるさ。たとえその結果この命散ろうともな。ザンザにとっては結果は同じことだよ。それでも戦うのかい。ああ、大事なのは結果じゃない、抗おうとするその意志さ。無駄死にであったとしても。アルビース、お前はどっちの味方なんだよ。それともビビったのか、あのテレシアを前にしてよ。やめるんじゃ。わしらで争っても意味がない。フィオル、ごめん。ちょっと気分転換に外の風に当たってくる。ふぅ、참상황이不思議やね。はいはいはい。
よ。백장아이제새로운길이열렸구나상단비상창고열쇠여기여긴가여기를꼼수로초반에들어가면50레벨까지폭레버브한다는데그렇다는이야기가아라마하이인터하이인터상점이빨리일어나슈루크그만미쳐버리고말았습니다
丈夫なのか。やっぱり分かっちゃう。ごめんね、気を使わせちゃって。そんなに辛いのか、その体は。そこまで辛くはないんだけど、みんなが気になるかなって。あ、そんな顔しないで。結構気楽なんだよこれ。食べ過ぎとかもう気にする必要ないし。そういうものか。この体、胸のパーツからのエネルギーで動いてたんだけど、あれもモナドだったんだね。不思議な気分。モナド、そのモナド、ザンザに奪われたのではないか。ではどうなるのだ、その体。しばらくは大丈夫。溜め込まれたエネルギーがまだ残ってるから。しばらくって。メリア、もし私がいなくなったら、シルコのこと。言うな、そんな言葉。どう答えればよいというのだ。ごめん。ごめんね。お前が謝ることではない。あんよ、아직멀었습니다요。じゃあ、ありがとう。シルクが起きたら、言わなくていいのか。うん。あいつ、気を使いすぎちゃうし。そうだな。そういうやつだったな。私は、저녁을너무먹었나。왜이렇게속이더부룩하지。鬼神兵に襲われた時。フィオル。だから、今は幸せなの。どんな体でも生きていられるだけ。わずかな間かもしれないけど、シルクのそばにいられるんだから。そんなに好きなのか。うん。だから私は戦う。シルクの力になるために。わあ。さあ帰ろう。みんなを心配させちゃう。ああそうだな。おもピオルン、ねえ、그야말로오른이구만。さっきの話、みんなには内緒にしてくれる？心配はさせたくない。ピオルニ。強がりだな。かもしれない。でも、時が来たら自分で話すから。わかった。これはかなわないな。あ、メリア。뭐야。この警報は。フィオル、急いで戻るぞ。あ。둔둔두둔
갈 때 가더라도 팀은 팀 먹는 건 인정이지. 공보 크래쉬? 뭔가 내가 먹지 못했던 것 같은 아닌가? 그런 색다르고 새로운 아이템은 아니었단 말인가? 아니었구나. 엄청난 양의 테레시아들이구만. 딕슨 또 쳐들어왔어? 自身の存続のために自らが生み出した生命をより知ろうとし新たな肉体を得なければならない。魂だけでは永遠に存在することはできないんだ。そう、この世界の全ては彼らが存続するために生み出されたもの。自らが生み出した存在であるがゆえ、それらの思考や行動、未来の姿は彼らの手中にある。それが因果律でありビジョンなんだ。ザンザの思惑通りに人は生き、そして死ぬ。彼の世界を存続させるために。僕らの滅びは最初から決まっていた。僕らのしてきたことは全て無意味だったんだ。果たしてそうかな。君をより知ろうとし復活を果たしたのは彼の思惑通りだった。メイナスからモナドを奪い、世界の全てを意のままにする。これもそうだ。なのになぜ今さらザンザは君たちを滅ぼそうとする？そんなことをする必要がどこにある？それはそうしなければならないんだよ。彼はそうしなければ彼の存在そのものが危ういんだ。僕らの存在が邪魔ってこと？だけど脅威なのさ。因果の流れの外にある存在が。ザンザやメイナスが生み出した生命は長き年月の果て流れの外に出ようとしている。それは彼らの滅びを意味している。メイナスはそれを受け入れ、だからこそ託したんだ、この世界の未来を君たちに。君はビジョンによって何度か因果律を書き換えてきた。
本来死ぬはずであった人たちの命を救ってきた。ドン。救えない命もあったよ。完璧なものなんて存在しやしない。それは悲しいことではあるけれど、そこから学び新たな一歩を踏み出すこともできる。ザンザのではなく君たち自身の足でね。僕たちの足で。さあどうする、シルク。정말깊이있는스토리다。ザンザに定められた道を、일본식 RPG 중에서。それとも君たちの足で新たな道を歩くのか。モナドはその歩み先に待っているよ。근데이게일본에서15만장밖에안팔렸어이판이전세계로도90만장最初から決まってるさ。定められた道を歩くつもりならこんなところまで来やしない。未来なんか見えなくてもわずかな可能性があるなら僕は歩きたい。これからも自分の足で。きっとフィオルンもラインもダンバンさんもカルナもメリアもリキもみんな同じだと思う。そう。ならば踏み越えなければならない。그래도ジェノブレイドは2배는팔렸다。30만장정도팔렸더라고요。未来に向かって歩くために。アルビース。君は。사실일본에서도일본시장에서도원래10만장넘게팔면많이팔리는거예요히트작이야솔직히君が何をなすべきか。10만작이뮤직계이름도아니고솔직히젤다도뭐일본에선100만장넘은거손에꼽는데요예능과사비해서북미쪽에서더많이팔리니까젤다저과연아이거왠지후회할것같은데아니야